はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の第二次導関数とグラフ丸1をお送りします。で、ここからタイトル変わって、まあ、内容がね、ガラッと変わるんですが、二次導関数とグラフに関する問題ですね。で、最初なんでポイントが3問あって、問題1問、計4問となっておりますので、一回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が穴埋めと問題解いていくのやりますので、ぜひね、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、まずポイントからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。久々ですね、二次導関数。で、前回の動画の時かな、の議論にもちょっとなってましたけど、読み方ですね、これ F'X。どうしてもね、現役の時の 2' って多分言ってたんですよ、現役の時。結構昔なんであんま覚えてないんですけど、ダブルプライムはね、まあいいらしいんで、そっちで行きます。で、ちょっと癖でダッシュって言ったら申し訳ない。で、F'X。つまり2回微分したものね。2回微分したものが、正になった時。その区間では、グラフが、ほにゃららに凸になりますよっていう。で、2回微分したものが、負になった時は、ほにゃららに凸になりますよっていう。まずこれ知識からね、行きましょう。で、まあ、正になった時は、下に凸。負になった時は、上に凸になりますよっていう。つまり、F'X が不正になったら、下に凸なんで、まあ、こういう形。下に凸ね。で、こっちの区間だったら、こうなりますよっていう話です。で、もう一個大事なのが、FW'A。まあ、つまり、正負ではなくて、イコール0になったとき。それのとき、X イコール A。まあ、その X が A のときね。その点の前後ね。まあ、増減表を書いたとき、右側と左側です。が、その符号が、FW'X の符号が変わるんだったら、その点が、これ名前があって、変わる、曲がり方の点。まあ、変わる曲がり方。曲がる点だね。変曲点って言います。まあ、曲がり方が変わる点です。つまり、まあ、ざっくりイメージでいくと、下に凸だったものが、こう上に凸、こう変わるグラフありますよね。で、この、下に凸から上に凸に変わるここ。まあ、今ざっくり言ってるけど。これが変曲点です。ここ。いいかな。ということで、まあ、今回はダブルプライム X の正負が分かることによって、グラフの形が、まあ、凸のね、向きが分かるっていうところと、変曲点っていうのをぜひ覚えておいてください。では、それを踏まえてね、一問だけ行きましょう。曲線。こいつのね、凹凸調べていきます。で、凹凸を調べるだけなので、まあ、学校のね、ほんと教科書レベルの内容なんですが、微分を2回やっていきます。凹凸調べるには、ダブルプライムが必要なので。で、Y か。Y か。Y にしてしまったね。じゃあいいか。Y'Y' プライムですね。一回微分して、まあ、これは普通に微分していきましょう。4x3乗、肩が出てきて、8x プラス1は消えてしまいます。で、もう一回ですね。こいつを Y ダブルプライム、もう一回微分していくと、肩の3の数字が出てきて、4とかけて12、次数が1個下がって2乗。1なんでね、これはもう X がただ消えるだけで OK でございます。という感じで、まあ、ダブルプライムを2回微分するだけなので、今まで微分ね、頑張ってきた方であれば、特にまあ問題なくできるかと思います。で、あとは、これイコール0を解く必要があるので、ダブルプライムがイコール0より、まあこれイコール0ですね。どうしようか。普通にやっちゃっていいか。x2 乗イコール12分の8になるので、3分の2。で、2乗を取る代わりにプラスマイナスルートがつきますと、これ下入って、ていました。はい。ルート3分のルート2なんで有理化して3分のルート6とはこうなります。では、あと増減表書いていきましょう。で、今回はですね、Y'Y' が関係ないので、X と Y'' と一応 Y にしておきましょう。で、ポイントは2箇所ですね。点点点、マイナス3分のルート6、点点点、3分のルート6、点点点です。で、この時に Y2' じゃなくて Y'W' が0になりますと。で、凹凸を調べるには、まあ、上でやったように、W' が正なのか負なのかっていうところが大事なので、今まで Y'Y' とプライム混ざっちゃってるけどね。まあ、今まで Y' って言ってたけどさ。それを、プラスマイナス調べましたよね。上ってるか下がってるかと。同じような考え方です。結局、まあ、大きい数は普通に10とか入れてもらって、このダブルプライムが正になるか負になるかっていうのを考えます。
で、今、x2 乗。ここがね、どんどん加速していくんだよね。数をでかくすると。ということは、正の数がどんどん増えていくので、ここはプラスになると。で、こっちも同じ。マイナスの数、でかい数を入れていった場合、2乗するから結局プラスなんですよね。つまり、プラスが加速するんで、ここはこうなると。で、真ん中は0でも入れたら分かりやすいですね。マイナス8になるんで、ここは負になりますと。で、今までだったら、こう、登って、下がって、登ってとやってきたんですが、まあ、ちゃんと数書くんだったら、プラスゾーンは下に凸なわけですよ。形がね。よいしょ。で、ここがマイナスゾーンなんで、上に、凸と。一応書いておこうか。下に、凸。まあ、こういう形になるので、今、凹凸調べと、調べようと言われてるから、じゃあ答え書く欄には、このゾーンですね。で、じゃあ区間を一応つけとこうか。まあ、答えに書くんだったら、この2箇所は下に凸でまとめられるので、区間、x が、マイナス3分の、ルート6のちっちゃいところと、右は厳しいね。もう一個。区間、こっち、右ですね。x が、3分のルート6。この時に、下に凸。と。で、あと、ここで真ん中ですね。残りの区間。区間、マイナス3分の、ルート6から、3分の、ルート6。この時に、さすがにさ、時の、もう一個、擬音を変えるのは厳しいね。の、時に、上に凸と。これが答えとなります。で、今座標出さなかったんですけど、ここの座標、こうやってね、出してもらえれば、このマイナス3分のルート6のここの座標が0になってる部分。で、しかも、右と左、前後でプラスマイナスで符号が変わってるので、ここが変極点です。もちろんここもそうです。符号変わってるからね。変極点はこういう感じで。まあ、もし出せと言われたら出すことができますので、こういう感じでやってみてください。一応囲っときますか。これも答えね。はい。です。なあ、まあ、今回はね、まず1本目なので、ひとまず、セーフ、あと、ダブルプライムのセーフによって、グラフの凸のね、形が、まあ、想像できる、わかるっていう部分と変極点について、まあ、こういう問題の解き方も含めてですけど、ぜひ覚えておいてください。では、今回は、スーさんの第二次等関数とグラフ、丸1をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。